今を逃すと、いろいろ面倒なことに巻き込まれるかもしれないから。あんたの目的は、マユリを救うことであって、セルンへの復讐じゃないでしょ。私たちが作ったタイムリープマシンのせいで犠牲が出るのは、気持ちのいいことじゃない。ああ、そうだな。来ていると思うか。電話してみる。5分くらいでラボに着くって。ねえ、さっき店長の家でのことだけど。私外で見張ってて、銃声が聞こえて。その直後ぐらいにあの子の姿見た。あの子。
上司 FB か。すなわち処分確定。扱いとしては犬っつーより家畜だな。キリュウ・モエカのアパートに行ったか。は？モエカさんのアパート？私が？言ってないけど。そうか。どういうことよ。いや、言っていないならいいんだ。
終わった。小見間に行くって言ってたじゃない。これよりオペレーションベルダンディ最終フェーズを開始する。5100だ。だからだからではない。 IBN5100 があるのだよ。そりゃあるっしょ。オカリンが持ってきたんじゃん。そうだ、俺が持ってきた。柳林神社からな。
カリン、今日はやけにテンション高くね？ちょっとぐらい寝かせろよ。徹夜明けなんだから。ダル、一つ聞くが、IBN5100 の使い方について勉強はしたか？あ、まあ一応。コミマ前のクソ忙しい時期に僕って偉すぎじゃね？イギリスだったらナイトの称号もらえるレベル。ならば今日からお前のことをサースーパーハカーと呼ぼう。だが断る。くだらない会話は自重しろ。頭が痛くなる。長き戦いにいよいよ決着をつける時が来た。すなわちラグナロックが開始されるのだ。本作戦の概要はすなわちセルン本部の最深部に隠された極秘データをIBN5100 によるクラッキングで破壊することである。エシロンなる卑劣な電子機器により、奴らは我らの極秘情報をかすめ取った。あまつさえ、それをもとに我らを特定し、我らが開発した人類の夢タイムマシンの強奪をも目論んだ。研究機関でありながら、その裏で時空の支配者の座を望み、非道なるゼリーマン実験を行う奴らに今こそ正義の鉄槌を下そうではないか。そして真の時空の支配者がどちらなのか、奴らの目にしかと刻みつけてやれ。戦いが終わった時、世界を陰で牛耳る支配構造はついに崩壊し、再構成されるだろう。そう、我らが望んだ混沌がついに訪れるのだ。オカリンの心の闇は誰にもわからんでござる。そもそも設定じゃ、岡部は狂気のマッドサイエンティストじゃなかった？なのになんで正義の鉄槌とか言っちゃってるんだ。ついカッとなってやったんじゃね？今は反省してるかも。お前たち、ごちゃごちゃ言っていないで準備しろ。準備って何ぞ？だから今言っただろ、セルンへのクラッキングだ。クラッキングは良くないと思う。なんという優等生的発言。
お前は委員長か。捕まりたいの？そういう問題ではない。俺はこのターニングポイントへ到達するためにこれまで戦ってきた。今こそアルファ世界線を離脱しマユリを救う。邪魔をするというなら誰だろうと許さん。絶対にだ。